どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎とのたんです。はい、アンパンマンあゆ太郎チャンネル、ちょっと真面目動画撮ろうかなって。そうで、何よ何よ、何よ、フォアハンドストロークで速い球を打つためにはどうしたらいいですかっていうコメントがあったわけですよ。難しいね。結構ある。それ分かんない、分かんないもん、うん、たぶん振っとけばいいんじゃない。違うっていうのを今から説明していきたいと思います。レッツゴー、あゆ太郎チャンネル。はい、じゃあやっていきたいと思います。前回の動画でバックボレーで肩甲骨を使いますよっていう動画をなんか見た、見たこれ見ました見ましたっていうか、あなた見なきゃダメでしょ、同じチャンネルだったら。そう肩甲骨を動かして球の速度が出ますよっていうのをやったわけなんですよ。まあちょっと見てない方は概要欄にその URL 貼っておきますので、ぜひぜひ見てみてください。ってことでね、今日はフォアハンドストロークを強く打つための方法というものをやっていきたいと思います。それはこの前も言った肩甲骨っていうのがキーになっていく。でこの肩甲骨のこの入れ替えの速さでやっぱ球のスピードって生まれるんですよ。ボレーもバックボレーもストロークも一緒なんですよ。この肩甲骨をパチンって、それ肩甲骨使ってないよ。こっちは引く、引く、そっちは引く、シャッ、おお、そうバーンって、そうここの肩甲骨の速さでスピードが上がります。なおかつボールに振り遅れなかったりするっていう利点があるんですよ。っていうのをちょっとやっていきます。普通に何も考えないで打ちます。まず最初はこれが普通に打った場合です。で、もうちょっと肩甲骨を使うためにはこのラケットを持ってない方の腕をボールを掴むようにしてグッて肩を入れます。掴むようにして、でボールを左手で掴めるぐらいグッと入れます。肩をもう一回いきますよ。グッと入れます、肩を。でこの肩が入った状態から腰を回すのではなく、この肩甲骨を入れ替えるってイメージでやるとスムーズにいくと思います。でこっから肩甲骨をバチンと、はい、こっからバチン、はい、バチンっていう感じです。でこれはロブ打ったり緩いボール打つ時も右手で調整するのではなく、左手の肩でこっちの左手で調整します。緩いボール打ちたかったらこっちの左手をゆっくり、はい、からゆっくり、強いボールしたかったらこっちの左手を、はい、はい、じゃあもうちょっと強く打っていきます。左手、肩甲骨を入れ替え、肩甲骨を入れ替え、肩甲骨を入れ替え、はい、跳ねなかった今、はい、入れ替え、はい、入れ替え、はい、こっちの左手をラスト、こっちの左手をっていう感じで打つとボールに勢いがバシンと伝わるので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。あゆ太郎チャンネル。はい、ってことで右手でこう力を入れるのではなく、こっちの左手を早く引くか遅く引くかでボールの調整をしましょうということです。左が大事ってことでしょ。そう得意げにしてんじゃねえよちょっと今だよ、簡単に言うと左手が重要ってことよお前誰だよみたいなコメント重要ってことだよ。ロブ打つ時も左手でこうシュッと引いたり、シュッと引いたりで、速いボール来てやばい間に合わないと思ったら右手でやばいってこう打つんじゃなくて、左手を素早く引くことで右手が出てくる。ボレーもストロークも使い方はこの使い方は一緒ですよっていうことを今回伝えたかったわけです。でまた概要欄に何回も言いますけど貼ってありますので、この肩甲骨のボレーバージョン、ぜひ皆さん見てください。ということで今日の動画はね、この辺で終わりたいと思います。終わり。この動画がいいねと思ったらグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー